2019年に始まった沖縄コーヒープロジェクト。サッカー元日本代表の高原直弘選手が代表を務める沖縄エスファウトを大手コーヒーメーカーのネスレ日本が手掛けます。だいぶ増えましたね。プロジェクト始動から3年、現在は沖縄本島や離島など県内11カ所の農場で栽培しています。まあ、大変だなっていうところですよね。まあ、単純に植えたから育つっていうわけではないっていうところで、240本の苗木から始まり現在は6500本を栽培。本格的な収穫が始まるのは今年の11月頃で、生産量はコーヒー数千杯を見込んでいます。どういう品種が沖縄に合うとか、どういうふうに植えたらとか、うん、やっぱそういったところもまだまだ確立してるわけではないので、まあ、そういったところも含めて続けてやっていくしかないかなと思います。地域と共にを掲げる沖縄エスファウはスポーツの垣根を越えた地域貢献にも力を入れています。スポーツクラブがあることでそういう地域の課題をやっぱ解決できるし、新しいものを生み出してそれをやっぱより良くしていける、その地域をもっとより盛り上げて良くしていける、うん、だそういったことを含めて、まあ、スポーツ産業じゃないかなと。日本で唯一コーヒー豆が栽培できる地域に属する沖縄、国産コーヒーが秘める可能性とは。コーヒーっていうものが沖縄に根付いて、で、まあ、一つの沖縄での特産物になるようになっていければいいかなと思います。まあ、その将来的なそういう観光農園としての機能であったりとか、やっぱそういったものも複合的にやっていければいいなという。